こんにちは。今日は2月6日です。今日の動画では今ちょっとニュースを騒がしているアビーのことについてお話ししたいと思っています。ことの発端というか、もともとは、いつだったっけな、ちょっと前に SNS のインスタグラムというものでアビーと、若元春が、お互いの両手にガムテープでね、こうぐるぐる巻きに縛って、でそこから脱出するなんていうちょっと悪ふざけみたいな動画を上げていました。でその件については僕もツイッターの方でコメント書いたりとかいろいろしてたんですけど、まあ、それがちょっとこういじめに助長することなんじゃないのかとか、悪ふざけが過ぎるんじゃないのかってことで、まあ、一部 SNS 界隈の人から、まあ、批判が入って、でそれを受けて相撲協会が、お相撲さんの SNS 関連の更新しようっていうのを、禁止処分としてました。で2月4日につい、だから2日前ですかね、行われた研修会、日本相撲協会が主催の研修会の中で、お相撲さんの SNS の利用について話を、講演をしたところ、結果としては、使用禁止が延長というか、現状まだその継続という形になりました。でその研修会が終わった後で、その党の本人であるアビに対して各メディアの方が取材をしたらしくて、でその時にアビが、すごい、まあ、勉強にもなりましたみたいなことを言った後で、多分具体的な内容についてあんまり喋るなよみたいなことを言われてたと思うんですよね。なんで、まあ、そのことについて、まあ、でもそれでもやっぱりメディアの人っていうのは仕事だから、それについて質問したと思うんですけど、でその時にアビが寝ててよく覚えてませんよということを、発言したそうです。それに対してまたね、メディアが書いたことに SNS の人が見て、なんちゅうやつやと、お前がことの発端なのになんちゅう不謹慎で反省してないんやみたいな声がバーって上がって、でそれを受けてまた協会の方に今度は親方と一緒に呼び出されて、元寺尾の錣山親方と呼び出されて、そこで、まあ、あのコンプライアンス部長の、方と、まあ、柴田山さんもいたのかな、なんか、まあ、教会の役員の方もいらっしゃったみたいで、そこで、気をつけてくれと、お前がことの発端なのにそういうこと言ったらまた炎上するやないかみたいな感じのことを多分言ったんだと思います。で今それぐらいのね状態しかなってなくて、それ以上でも何も情報は僕は持ってないんですけど、まあ、ここからは僕がその感情的にねどういうふうに思うかってことを先にお話してもらさせてもらいたいんですけど、まあ、そもそもその SNS の利用については僕は別にその一律禁止にする必要はないと思ってるし、まあ、理由としてはちゃんとね SNS を、まあ、相撲界の発展のためっていうとちょっと大げさですけど、まあ、相撲のことをお話ししたりとか、まあ、空地力士とか重量力士とかその関取ではないんだけど、自分のことを応援してくれてるファンの人に向かって、自分は今こういう気持ちですと、今場所は絶対こういう風になりたいですとか、今年中にこういう風になりたいですとか、そういうことを発信する意味ではファンの人にとっては嬉しい、使い方だったんじゃないかなっていう風に思ってるし、そういう使い方は別に反対するものじゃないという風に思ってるからです。であとはそのメディアの人がね絶対にそのアビに取材するなんて分かりきったことだったんだから、だったら初めから内容とかなんてねその非公開にしてたっていう話だったと思うんですけど、研修会が、まあ、オープンにすればよかったのになって思いますよね。別になんかめちゃくちゃ中で悪いこと言ってたんなら別ですけど、多分そんなに何ですか、なんか偉い人も呼んで講演をされたみたいなんで、オープンな場所にしてやればいいのになっていうふうに思いました。まあ、記者の人、オープンっていうか、まあ記者の人ぐらいは入れてもいいんじゃないのかなっていうふうに思って、っていうのと、あとはまあアビに対してはまあ簡単に言えばおっちょこちょいだなっていうふうに思いますよね。その絶対そんなのみんなそういうの狙ってるのになっていうふうに思うと、まあ性格かもしれないけど、まあおっちょこちょいだなっていうふうに思うっていうのと、あとはメディアの人に関して言うんだったら、メディアはその記事によって最初に、まあ、すごい勉強になりましたっていう発言をした後、記者からその重ねて質問をされた時に、いや分かんない分かんない、ね、だから分かんないみたいな感じで言いましたっていうふうにこう一連の流れを書いてる記事もあれば、中にはそのいや知らねえよそんなもんみたいな感じで突っぱねたみたいな、そういう書き方をしてた記
記事もあったみたいで、まあ、その後者の方の人についてはすごいいい記事よりも読まれる記事、読まれるっていうのはその、まあ、スキャンダラス系で読みたい人も含めて狙ったターゲットの記事を書いてるのかなっていうふうに思って、まあ、汚いなっていうふうに僕は思います。であとはね、まあ、教会についても、まあ、さっきちらっとねそのオープンにすればいいんじゃないのかってことは言ったんですけど、まあ、結局そのアビ本人について構成させるとか守るとかっていうよりは自分たちのねその教会の保身のためにやってるっていうのはもう見え見えだと僕は思ってるので、なんかちょっとこうもう少しお相撲さんのことを大事にねしてあげてほしいなと思って、まあ結局そのお相撲さんを守るためには教会を守ることと一緒なんだよっていうかもしれないけど、やっぱりお相撲さんだってその SNS 使えないよりは使えた方が嬉しいっていう人もいるだろうし、使えなくて嬉しいっていう人の方がいないと思うしね。ただその使い方によって大きく間違うことがあるんだよっていうのを言うけど、そんなのはやっぱりどうやってやったって出てくると思うんですよ。いくらそのみんなしっかりできる人ばっかり集めてもまた変わってこればそういう人も出てくるわけだから、だからそのそういう風になるから一律禁止にするんじゃなくて、そういうのがなくなっていくように方向性をねこう導いていくのが教会のお仕事なんじゃないのかなっていう風に思うから、まあ教会禁止にばっかしてなんかこう楽してるの卑怯だなっていうふうには僕は思います。これ感情ね、僕の感情ですよ。で、あとはそのでも現実事実としては、何かな、 SNS の中にいくらねいいことしてても、いくらみんないいツイートばっかしてても、まあ半分イチャモンみたいな感じでどういうことでもこう上げ足取ってついてくる人も、まあ、絶対いると思います。それはね、多いか少ないかは別として絶対いると思うし、それにお相撲さんの中にもさっき言ったみたいにどんだけそのしっかりとした指導をしたとしても、まあ、何かしらね不注意なことをする人っていうのはその全部オープンにしちゃったらよ、やるっていう風になったら、まあ、そういう人が出てくるのも絶対いると僕は思います。いずれね、その今はいなくても。だからその僕のそのさっき言った感情と今ある現実を合わせたらそんなん両方両立しないじゃんっていう話になるのは、それはまあその通りだと思うし現状そうだと思うんですけど、僕はやっぱりそのなんていうんですか、やっぱり理想に近づいてほしいなっていうふうに思うから、現実が違ってもね、だからその違う現実をどうやったらそっちの方に進んでいけるのかなっていうふうに考えてやっていったらいいと思うし、それはなんかいつも僕が言ってるみたいに、なんていうのかな、そういう風になってほしいよっていうことをしつこく言い続けるってことも一つ役に立ってるのかなっていうふうに思います。反対する人ってやっぱりね、エネルギーがすごいんですよ。もう叩いてやろうみたいな、あいつやっつけてやるぞみたいな気合がすごくて、エネルギーが無尽蔵にあるんですけど、こう大切な人をね守ろうっていうのは意外とこう消費するくて、エネルギーをもう疲れてきちゃうんですよね、守ってる方も。でそれはもうみんななんとなくイメージすればわかると思うんですけど、だからその守ろうとすることを発信すること自体もう疲れてきちゃうんですよね。だからもうダメになっちゃってるから、本当はやってほしいけど残念だなとかって言ってもう本当にこもっちゃう感じが多くなると思うので、とはいってもやっぱり応援する人の方が僕は絶対多いと思うので、できるだけそのみんながねその少しずつでもいいから、まあ発言だったりとか何かしらのところで、私は今でもアビのその投稿が見たいよとか、お相撲さんの投稿を今でも見たいよとか、そうすることで相撲に入れましたとかね、まあそういう発言をちょっとでもいいから少しずつでもみんな継続して出していくってことが、その今後僕がさっき言った理想に近づくには必要なんじゃないのかなっていうふうに思っています。あとその批判される方の中にね、その例えば、まあ、メディアも含めてですよ、批判する理由がなんか大相撲の伝統を傷つけたとか、すごい今まで大相撲で阿炎のことを応援してたのにこれで阿炎のことが嫌いになりましたとかね、あとはなんかその記事の中でその今後の大相撲界の発展のためにはこういった改革が必要であるみたいなことを書く人がねいらっしゃると思うんですけど、僕は別にその人たちは絶対そんなこと思ってないと思いますけどね、はい、
僕はそう思ってて、本当になんか大相撲の発展を願ってたりとか、その力士のことを応援してるんだとしたら怒らないと思いますけどね。僕だったらすごい心配になりますけどね、その大丈夫かなみたいな。あの怒るっていうのはね、すごい他人事な人だと思いますよ。だから自分の家族とか自分の大事な人がなんか苦しい思いになってたら怒らないと思いますよ、まず最初に。その例えばなんか事件を起こして逮捕されちゃったと、バカ野郎何やってんだみたいな感じでいきなり怒る人って、いや心配しないでしょって、まあそれは気持ちは何やってくれとんのって思いますけど、でもやっぱりしょんぼりしてたりとか元気なかったりしたらなんとかしてあげたいなとかって思うんじゃないのかなって僕は思ってるから、そういうタイミングで怒ってる人っていうのは、まあ、弱い者いじめに近いんじゃないのかなっていうふうに僕は考えています。怒るのはやっぱその人が耐えれる時にしてあげてほしいですよね。元気な時とかその調子にね乗ってて許されてる時に怒ってあげるのがやっぱ優しい人で、人が弱ってる時に叩くっていうのは本当にね卑怯な人間のやることだなっていうふうに僕は思ってます。まあこれは僕がそう思うだけだから全然言ってもらってもいいし違うよっていうのはいいと思うんですけど、僕はそういうふうに思っています。僕はそしてなんかその大事な人とかだったらそういうふうにしたいなっていうふうに思ってるし、僕もそういうふうにしてほしいなと思ってます。だからなんかどうだろうな、今ね、じゃあその SNS をやるのがいいか悪いかとかっていう論争で言えば、それは今はちょっと難しいと思いますよ、その状況的にね。でもそのいつかじゃあ待ったらいいタイミングが来るのかって言ったらもう一生来ないと思うんですよ、このまんま多分。だって別に人も変わるし本当に。だからその今できてるからやるとか今できてないからやめるじゃなくて、できてなくてもやりながらできるようにしていけばいいのになっていうふうに思ってて、僕だって今別にやったら何かしら問題が起こる可能性はあるなとは思いますよ、思いますけど、でもそれでもちょっとずつそういうことがあったらその人にこう注意をしていくとか、そのでそういう注意をされた関取を見て取り敵の人も気をつけないといけないなとか、そういうふうに思ってね治っていけばいいのになっていうふうに思ってます。で実際だってその僕ツイッターをやっていて、ツイッターのフォローをしてる方は、まあ、ほぼ 99.9% 現役力士の人しかフォローしてないんですけど、あんまりこう悪用されるとあれだから言いたくないんですけど、そのもう何人もやってますよ投稿もしてるし、いいねもしてるし、リツイートもしてるし、もう何やったらこうアカウントの名前変えたりとかプロフィール欄変えたりとかしてる人もいて、やってるんですよ。でやってるからダメとかじゃないんですよ。だから結局ダメにしたってやるし、そのいいって言ったってやらない人はやらないし、いろんな人がいるっていうのはそういう風になっちゃうんですよね。そのいかにもそのやったら死刑とかやったらやらないかもしれないけど、でもそれでもね多分隠れてやる人ってねどっかしらいると僕は思いますよ、バレなければ。だからその禁止にして制御するっていうのはすごいこう簡単なようだけど何にも解決してないなって思うから、しかも僕やっていいと思うんですよ。その例えばお相撲さんの名前を出してない状態でツイッターするんだったらいいじゃないですか、そんなの別にやったって。だけどその代わりその相撲のことをね連想させてやらないと多分その人にも注目が集まらないから、 SNS でやっててもまあ寂しいだろうなとは思いますけど、でもそれでもやりたいって言うんだったらやらせてあげたらいいじゃないですか。自分の趣味のことをつぶやいたり、なんかアイドルが好きだったり俳句が好きだったり、いろんなことをやればいいと思うんですよ普通に。それをいちいちねなんかこう探し出してやる人もいると思うけど、もうそこは許してあげたらいいんじゃないですか、そのと思います僕は。まあ今結論としてはね、そのダメだよっていう風な継続になってるんだけど、もしも仮にその今まで SNS が見てて楽しかったなとか、こういうのが好きだったなとかっていろんな好きな具合があると思いますよ。その推し力士のことが見たりとか、まあその相撲の部屋のことが分かったり、相撲のルールが分かったり、お相撲さんが身近に感じられたりとかね、いろんな好きな具合があると思うんですけど、
そのダメになっちゃったから諦めるよりは、まあそういうことが好きだったしこれからも見ていきたいですよっていうのを何かしらのタイミングでね、こう発信していくとか、そのつぶやいたりとかでもいいし、まあ教会の方に会ったらそういうふうに思ってますよとか気にしてますよっていうことを常に言っていかないと、本当にさっき言ったみたいに興味のない卑怯な弱い者いじめみたいな人たちの意見に屈するのは僕はすごく悔しいなって思います。賛同は得られないかもしれないけど、まあ、僕はそういうふうに思ってるので、まあ、僕はこういうふうに思いますよっていうのをまあこういうところで発信してるし、まあ、それをねきっかけにみんなが、まあ、僕はこう思うな、私はこう思うなみたいな感じになってくれるんだったら、それはそれでまた一つ別の役に立ってるところがあると思うので、まあ、やる意味はあったのかなというふうに思っています。まあ、お相撲さんが SNS をやるのがいいかどうかとかそういう論争ではないと思いますよ僕は。はい、話してる途中に iPhone のストレージがいっぱいになってしまったのでこれぐらいで終わろうと思います。最後の挨拶のこの部分だけ別撮りしてます。はい、実はねさっき今日もまた外で話そうと思って、まあ、ちょっと服着てコーヒー買って話しに行ったんですけど、まあ、そこでは電池がね寒くなりすぎて今日リトアニアマイナス1度ぐらいで、寒くなって途中で切れちゃって、それも14分ぐらいで止まって、で、まあ、今のは別に、まあ、そのまま使う予定なんでいいんですけど、なかなか思う通りにいかないのは相撲界も僕の動画投稿も同じだなというふうに思ってます。まあ、ちょっと何話してたか忘れちゃったし、どこでこうくっつけるかよく分かんないんですけど、まあね、その自分の意見が正しいかどうかっていう戦いは僕はする必要ないと思ってるし、まあ、誰の意見も間違ってないと思います。ただその、まあ、たまたまね出てきたような人とか本当に心配してないような人、まあ、僕はそう思ってるだけで本当は心配してるって言い切るかもしれないけど、そんなの僕は絶対心配してないと思うので、僕はそういう人の意見に押されるのは本当に腹が立つなって思うので、まあ、本当に心配しててやめた方がいいとかっていう意見もあると思うし、それはそれで別にいいと思うんですけど、なんか面白おかしくね、こう普段阿炎っていう人のことも知らないで、じゃあ阿炎がどういう相撲を取っててどういうね、そのなんていうんですか、こう何歳ぐらいでどういう人なのかみたいなことも知らないような人が今回の発言で怒ってるんだとしたら、まあね、僕はあんまりそういう人が好きじゃないんですよね、本当に。なんか本当に卑怯だと思います。はい、まあでもそういう人がいるっていうのは現実だから、なんかそういう人たちにこう怒るというよりも僕は本当嫌いだから、そういう人には負けたくないっていうふうに思ってやってるので、まあぜひね、僕ごときのこの微力ではどうにも変わらない可能性が高いことは知ってるけど、まあ、何もしてないよりはいいんじゃないのかなっていうふうに思ってやってるので、まあ、もしもお力はある方でね、発信力があって、まあ、そのしっかりとね論理立てて説得できるような方がいらっしゃれば、ぜひそういう方も、ご自分の思っていることを、まあ、何かしらに動画でもツイッターでもインスタでも、まあ、ブログでも何でもいいと思うんですけど、まあ、直接口頭でもいいと思うし、何かしらそういうところで自分の意見を出していくっていうことをやってもらえると、みんながこう望む通りのものじゃないけど、みんなが望んだ形のその塊ができ、その総称としてねできるんじゃないのかなと思うので、まあ、それだとしたら僕は民主的でいい決定方法だなと思うので、まあ各自皆さんお好きなことを言えばいいんじゃないかなと最後雑になりましたけどと思いました。はい、まあ以上、今日ちょっと本当にねこれメインで出そうかサブで出そうか出そう前かっていうのを迷ってたら少し時間が遅くなっちゃったんですけど、まあ今日本時間では6日の12時回ったとこかな、今夕方にリトアニア5時ぐらいなんですけど、またね今後も一応相撲チャンネルのサブなんで、何かしら問題があれば、問題っていうかそのニュースがあればね、こっちでも取り上げていこうと思いますけど、
まあ、ご気分悪くされる方がいらっしゃるのは当然だし、僕と違う意見の方がいるのも当然だけど、決して否定はしていないつもりなので、自分はこうやって思うよとか、そのいいか悪いかっていうことも含めてだけど、まあ、こういうふうにしていけばいいんじゃないのかっていう話がたくさん聞けると、まあ、僕も勉強になるなと思っているので、これからも皆さんのご協力よろしくお願いいたします。以上、2月6日は今ニュースを若干にぎわして収まりつつある、阿炎関のことについてお話しました。じゃあね、バイバイ。